ISS 推進モジュール ISS 推進モジュールはズベズだとプログレス補給船の役割をバックアップするために提案されていた国際宇宙ステーションのモジュール ISS を保つために重要な誘導、航行、制御、推進などの機能はズベズだとプログレス欧州補給機のみに提供されている推進モジュールは ズベズダが打ち上げ失敗して利用できない場合の高度維持と高度上昇用のリブースとデブリ回避、姿勢制御、本体への燃料供給などに必要とされていた。ズベズダが利用可能でなくなると暫定制御モジュールが最初に使われるはずだったが、この機構は寿命が3年でありその後は何らかの推進モジュールが必要であった。ISS は高度維持、デブリ回避、 姿勢制御などに年平均7 0 0 0ラムの推進剤が必要である。現在の利用状況から考えると2014年までに通算で10万5 0 0 0ラムが必要と考えられる。推進モジュールはユニティに取り付けられる予定であり、補給中断の際に ISS を軌道上に留めるために必要とする1年分の予備推進剤を提供する予定であった。 ISS が必要とする1年分の推進剤を満たすためには複数の補給線が必要とされていた。現在の計画では年に6台のプログレス M1 がその需要を満たしている。推進モジュールは最大で燃料を 9808kg 積むことができる予定であり、プログレス M の 1100kg やプログレス M1 の 1950kg、 ATV の 4000kg や NASA が計画していた暫定制御モジュールの 5000kg よりもたくさんの燃料を保持できた。シャトルオービタは一般的にリブースト用に 232kg の利用可能燃料があり、オービタの最大のリブーストミッションでは利用可能燃料が 1626kg ある。ザーリャ FGB には燃料が 5500kg 積み込め、 ズベズダ自体は8 6 0ラムの燃料が詰めたが一般的に利用寿命があるためにメインスラスターを使わずに維持することが好ましい。推進ユニットはサービスモジュールが利用可能でない場合のバックアップ計画の一部である。上、後期追加の計画としてステーションにアメリカが所有する推進システムを持つことを意図していた。しかしながら設計は予算超過し、 予定していたスケジュールから遅れた。代替設計として、ノード X という設計があり、ハーモニーやトランクウィリティの周りに計画にはなかった新たな構造を作ることが暫定的に計画された。これは2本の着脱式の燃料タンクを使う計画であったが、これも採用されなかった。その後、ATV やプログレスを燃料補充や高度上昇用のリブーストへ利用するという方針が、 決まり、本計画は中止させられている。ありがとうございます。